こんにちは、篠田敦です。今回は、今回もというかね、いや、ジャズらしく弾くにはみたいな話をします。前回話したのはリズムというか、そのフレーズがどこから始まるかによって結構こう聞こえ方変わりますよっていう話をしました。で、今回はエヴァンスが弾いてるとかっこいいんだけど自分で弾くとなんか違うとか、もし誰かにレッスンついてる方とかがあったら、まあ先生が弾くとなんかかっこよく聞こえるんだけど自分が弾くと違うんだよなみたいな経験あるんじゃないかなと思うんですけれども、ピアノの基本のことなんですけど、結構みんながおろそかにしてるポイントがレガートです。レガートで弾けてないケースが、めちゃくちゃ多いです。言葉の意味は知ってると思います。そのつなげて弾くことですね。これに対してスタッカートが、ね、切って弾くのスタッカートって言います。意識しないで弾いてる時に、特にアドリブ弾いてる時にレガートで弾けてないことが僕が少なくとも見てる範囲はめちゃくちゃ多いです。ビバップのねプレイヤーの演奏ワードパワーとか聞くと間切ってるっていうか跳ねてるイメージあると思うんですよ。でもあれ実際はアクセントつけてるだけです。弾き方真似するときにタッタタッタ弾くんですね。みたいな、ちょっと大げさかもしれないけどね。デフォルトでタッタタッタしていいのはこの時だけですよ。でミッキーマウスです。タッタタッタ弾いてるのはもちろんピアニストによって個性ありますけど、思ってる以上にこのスイングのリズム弾いてるときってニュートラルに弾いてます。本当によく聞いてみてください。そういう風にわざと弾く瞬間もありますが、レガートつなげて弾くってことは、つなげて弾くってことはどういうことかっていうと、指使い適当だと弾けないわけですね。いろんな練習考えられると思います。さっきみたいにビバップの曲をちゃんと弾く、実はちゃんと上手い指使いじゃないなって思ってなーなーにしてるのであれば、なーなーにするのダメです。演奏ってのは普段の練習の積み重ねだから、普段なーなーにしてんだったら当然なーなーな演奏だし、まあ聴いててもわかるし、僕個人的にっていうか僕がというよりは結構多くの人が言うのがバッハね、バッハバッハ、特に2世のインベンションね、簡単です。簡単ですっていうのは、そのこのねポリフォニーを本当に弾きこなすっていう意味では全然簡単じゃないんですけれども、とりあえず音を追う分には簡単です。比較的ね。他の、例えば、なんだろう、ショパンのエチュードとか、ああいうの弾くより全然、譜読みも楽だし、我々ジャズミュージシャンでも、とりあえず全然いけそうだなって思えるぐらいの絵面してますので、一個おすすめです。まあ、あとジャズミュージシャンやってる人やっぱ多いんですよね。キースも録音してるし、で、メルドーもね、何年か前にね、やってましたね、バッハのやつね。左手もメロディー、同じくほとんど同じぐらいの量働かなきゃいけないから、左手ついコードばっか弾いてね、昔奈良田先生はそのことドラえもんで、手が左手がドラえもんになっちゃうみたいなこと言ってましたけど、そういう意味でも、バッハおすすめです。で、僕個人はバッハもやるし、スカルラッティ、ドメニコ・スカルラッティ、バッハと同い年の作曲家ですね。やっぱりポリフォニーで似てるんだけど、もうちょっとなんか陽気な感じが、スカルラッティ、今日譜面持ってないけど、なんでやってたかっていうと、チックがやってたから、僕ちっこりは大好きだから、彼が勉強したものをやっぱ全部置いたいんですよね。その彼はモンク好きだし、アバード・パウエルも大好き。でも2人足して2で割って絶対チックコリアになんないじゃないですか。まあ当然他のピアニストも聴いてるはずだし、でもそれ以上にやっぱクラシックからの影響も彼すごく大きくて、少なくとも彼がこう公言してたりとか、コンサートで弾いたようなやつは僕も全部こう本買って、まあバルトークもそうですね、彼のね追体験押したいみたいな。チクコリアってチクコリアは勉強してないじゃないですか。当たり前ですけど、その自分だから、チクコリアが勉強したのはチクコリアじゃなくて、モンクとかバドとか、まあそういうスカルラッティだとか、まあ彼モーツァルトもね好きだし、つまり僕がチクコリアはやっぱり好きだからすごく勉強するし、コピーもするけど、それってチクコリアがしてきた体験と違うから、彼のエッセンスを入れたいとか近づきたい、何かね全部じゃないけど近づきたいと思ったら、彼がしたことを、彼がどういう経験したのかを知るべきだから、まあそういう風に取り組んでるっていう感じですね。チクコリアは一回もチクコリアのソロのコピーしたことないはずですからね。ということでちょっと話それちゃいましたが、レガートね、レガート
さらっとレガートって言ってますが、本当に大事です。これあるなしで本当にあのジャズっぽく聞こえるか、弾いたものがね、誰かのね弾いた時にうまく聞こえてるのは、そういうところが大きかったりします。ということで今回はレガートの話をしてみました。それではまた次回の動画で。ありがとうございました。